皆さん、こんにちは。公安なデビルハンターのまんちゃんだよ。本日も元気に打ち切られなかった漫画をレビューしていくよ。今回紹介する漫画は、今最も熱く、イカれたアンチヒーローの登場する漫画だよ。どうも、私だよ。イカれたアンチヒーローの漫画？気になる気になる、教えて教えて。というわけで、このチャンネルでは、漫画やアニメのあれこれをご紹介していくので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、本日紹介する打ち切られなかった漫画はチェンソーマンになります。藤本辰樹先生によって、週刊少年ジャンプで2019年1号より連載されています。前作ではファイアパンチという全身ファイアー人間を描いていましたが、本作チェンソーマンでは全身チェーンソー人間を描いています。では、あらすじからご紹介していきましょう。さらっと始めてるけど、今回は打ち切られなかった漫画レビューとなります。連載中の作品だから、ネタバレは極力抑えるけど、読んでから視聴することをお勧めするよ。父親の残した借金返済のため、デンジは相棒の悪魔ポチタと一緒に、デビルハンターとして悪魔を狩る仕事をして生活しています。入るお金は、ほぼ全てが雇い主への借金返済に充てられてしまうので、家計は火の車。そんな日々の中、たびたびデンジは、ポチタに普通になりたいという夢を語ります。デンジにとっての普通、それは、食パンにジャムを塗って食べたり、女の子とデートしたり、ゲームして遊んだりなどの些細なことです。せめて夢の中だけでも、普通な暮らしをしたい、と、ポチタに喋りかけながら眠ろうとするのですが、雇い主によって、悪魔退治の仕事に連れて行かれます。しかし、悪魔が出たという廃工場に着くや否や、デンジはポチタもらとも刺されてしまいます。実は、雇い主は、ゾンビの悪魔によりゾンビとなってしまっており、デビルハンターであるデンジを殺すため、廃工場へとおびき出したのでした。デンジは重傷を負いながらも、ポチタを抱えて逃げようとしますが、ゾンビに追いつかれバラバラにされてしまいます。そして、死の淵で、デンジは夢を見ます。夢の中では、ポチタが喋り出し、私の心臓をやる。代わりに、デンジの夢を私に見せてくれ、と、デンジに語りかけてくるのでした。すると、バラバラだったはずの体は元に戻り、胸には、ポチタの尻尾の部分だけがあるのです。その尻尾部分を引っ張ると、ブブーンというチェーンソーの起動音とともに、頭や手から、チェーンソーの刃が出てきて、その刃で、ゾンビの悪魔を狩り尽くすのです。ここに、デビルハンター、チェーンソーマン爆誕。という物語です。悪魔退治のバトルものって感じなのかな？よくあるような漫画だと思うけど、どうして打ち切られなかったんだろう？例によって、打ち切られなかった理由を3つ持ってきたので、ご説明します。テーマがわかりやすい。設定がわかりやすい。登場人物たちが魅力的になります。一体どういうことだってばよ。まず、テーマがわかりやすい。この漫画のテーマは、主人公のデンジが普通になることです。デンジは、その生い立ちから、まともな教育はおろか、満足な食事も取れないような生活をしています。そんな彼が語る夢は、美味しいご飯を食べたい、女の子とデートしたい、などなど。しかし1話で、デンジは、チェーンソーを全身から生やすという、どう考えても普通じゃない状態になってしまいます。そんな状態のデンジが、この物語を通して普通になっていく物語なんですよ、と、1話時点で、デンジ自身が口に出すことで、ちゃんと説明してくれているんです。ただ、普通って曖昧な言葉ですよね。デンジ自身も、普通がどんなものか、はっきりとは理解していません。最初は、ジャムのついたパンを食べられるようになること、これが普通であり、叶える夢だと考えているのですが、徐々に、女性の胸を揉むこと、キスをすること、と求めるものが変わっていきます。しかし、どれもデンジが本当に求めるものではなく、まだ、それが何なのかは、本誌でも明らかにされていません。デンジが本当に求めるものは何か、それを得ることで、普通になることができるのかを追っていくのが、本作の楽しいところだと思います。改めて、1話時点で、主人公が普通になるというテーマが、はっきりしているため、読者も、ああ、
そういう物語なのね、と理解でき、打ち切りを回避できたのでしょう。漫画のテーマがはっきりしているっていうのは、読者としてはわかりやすくていいよね。サムパチは、五感使っても何やりたかったのかわからなかったし。次、設定がわかりやすい。人間が倒すべき敵として描く悪魔、その悪魔を倒すのがデビルハンター。なんとわかりやすい設定。悪魔は、人が恐怖すればするほど強くなるのですが、最大の恐怖の対象とされる銃の悪魔が人類の倒すべき相手とされています。主人公側が倒すべきラスボスが何なのか、これも序盤で説明されていてわかりやすいです。また、悪魔は倒すべき存在でもあるのですが、悪魔と契約することで、悪魔の力を利用することができるというのも面白いです。この悪魔の能力を使った戦闘シーンは漫画的にも面白いんですよね。狐の悪魔による攻撃シーンですが、手を狐の形にして、コンとつぶやくと、枠外から、狐の顔が飛び出てきて、悪魔を丸呑みにするんです。ベヨネッタの戦闘みたいで好き。ただ、悪魔の力を利用するためには、代償を払わないといけなくて、この設定も、後々効いてくるんですよね。とある登場人物が、仲間を守るため、体の一部を払い続けながら戦うシーンがあるのですが、この戦いは、近年の漫画でのベストバトルですね。とにかく、人間対悪魔といった対立構造の分かりやすさは、打ち切り回避のための重要な要素だと思います。デビルハンターって、字面だけでもどんな設定か分かるもんね。サムパチの侍は、設定の説明受けてもよく分からなかったもん。三つ目、登場人物たちが魅力的。はい、まず主人公のデンジですが、目的のためなら民間人が乗る車両を悪魔に投げつけたり、その目的も胸を揉むためだったりと、ジャンプ主人公らしからぬキャラクターです。いわゆるアンチヒーローなんですが、本能の赴くまま行動しながらも、ヒーロー同様に子供を助けたり、猫を助けたりするんです。ただのスケベで不快感を持たせるような主人公では決してなく、むしろ好感が持てて、頑張れと応援したくなるんですよね。また、脇を固める登場人物たちも魅力的です。好きなキャラ全員紹介したいくらいなのですが、物語を読み進める上で欠かせないのは、早川亜希です。亜希はデビルハンターとして、デンジの先輩に当たります。序盤こそ、デンジをぶん殴って仕事を辞めさせようとする、イカれたパワハラ上司なのですが、徐々に、デンジとは対照的な、普通の存在であることが分かっていきます。亜希は、銃の悪魔に家族を殺され、その復讐のためにデビルハンターとなるのですが、デンジにはない復讐心や、仲間の死に涙するというまともな感情を持っているんです。作中でも語られていますが、普通であることは、悪魔にとっては、何をしたら恐怖するのか?というのがわかりやすく、恐怖を自分の力に変える悪魔にとっては扱いやすいんですよね。なので、強くなるためには行かれるしかないのですが、どこまで行っても、普通を逸脱することのできない秋。多くの代償を払いながら、復讐を達成するために突き進む普通人間秋は、デンジと同じく、頑張れと、応援したくなるキャラクターです。あと、デンジと秋は共に行動しているので、同じ出来事を体験するわけですが、普通のやつとイカれたやつで、その出来事に対する反応の違いなどを追っていくのも楽しいです。やはり、打ち切られずに人気が出る漫画というのは、主人公や登場人物にも魅力が溢れているものですよね。私が言えるのはこれだけ。小紅ちゃん可愛い。というわけで、チェンソーマンの打ち切られ率の発表に行きたいと思います。打ち切られ率は 5%。王道のジャンプ向け漫画ではないので、突然の打ち切りは、念のため警戒しておきます。まだまだ語りたいところですが、これ以上は余白が足りない。ジャンプの中で、今一番熱い漫画だと思っているので、というかチェンソーマンしか読んでないですが、未読の方は、ぜひ読んでみてください。はい、というわけで、打ち切られなかった漫画、チェンソーマンのレビューでした。お気づきでしょうが、息抜きに好きな漫画を語っただけでした。チェンソーマンが好きという方、ぜひコメントください。例によっておすすめの打ち切られなかった漫画も待っています。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。
この動画が面白かったという人は、いいねやチャンネル登録をお願いします。あと、サブチャンネルもあるので、登録しておいてくれると、とっても嬉しいです。おすすめの漫画や次回予告なども概要欄に貼っているので、見てみてみてー。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。この動画はこれで打ち切りです。まんちゃん先生の次回作にご期待ください。